愛され風なのでナチュラルにしたかったので、明るさをつけてふんわりとした血色ある温かい感じに。こんにちは、みなかたゆいです。今回は愛され風メイクをやりました。愛され風メイクはナチュラルでとっても簡単にできるので、皆さんぜひ見てください。スタート。お肌を作っていきます。ジェルクリーミーファンデーション RMK さんのを使いました。薄めによく伸ばして塗っていきます。次にコスメデコルテさんのフェイスパウダーを使ったんですけど、これはツヤを出したいのでファンデのツヤ感を残すために、ちょっとベトベトする顔の周りとかよれやすい目の下とかにだけのせていく感じでポンポンと押していきました。次にインテグレートのファンデーションでちょっとコンシーラー代わりにクマを消したりとか赤みが強い部分を上からのせていきます。これをコンシーラー代わりに使ったのはコンシーラーじゃなくてこっちにした理由は、コンシーラーよりもこっちの方が結構肌が明るく見えるので、愛され風ということで明るさも出したかったのでこっちにしました。次にアイブロウを描いていきます。ポイントはですね、この眉毛の始まりのところを角をつけて四角く作っちゃうと結構硬いイメージになるので、ぼかす感じであんまり角がどこから始まってるのかなぐらいな感じにして平行に持っていき、最後山からは下げるっていう感じのを、この距離が短めになるように作っていきました。そっちの方がふんわりとしたイメージになります。次にアイブロウマスカラ、ドーリーウィンクの一番明るいものを使いました。眉毛の印象で結構変わるので、これも明るさをつけてふんわりとしたイメージにしました。次にアイシャドウを塗っていきます。スリーさんのスーパーグロス4アイというものなんですけど、本来のアイシャドウはなんか粉っぽいんですけど、これは液体っぽい感じで結構ツヤが出て今流行ってるものなんですけど、これをアイホール全体と、あと下の涙袋のところにのせて指でこうまんべんなく伸ばしていってツヤを出しました。次にアイラインマジャリカマジャルカさんのものを使いました。ブラウンのアイライナーなんですけど、やはりふんわりとしたイメージがいいかなと思い、上も下もこのブラウンで仕上げたんですけど、引き方のポイントは上の目尻はそのまんま下に下げていくような感じで、ちょっとですね 0.5 ミリぐらいかなを目安に下げていきながら引くのと、あと下は3分の1ぐらい目尻から内側に向かってちょっと影を作るように塗っていきます。次にマスカラを塗っていきます。私は逆さまつげなんですが、今回はそれをそのまま活かそうと思って、ビューラーをすると結構バチッとした印象になって大きく目が見えるという効果は出るんですけど、愛され風なのでナチュラルにしたかったので、そのまままんべんなく塗っていきます。次にチークを塗っていきます。今回はポイントとしてチークとリップに色をつけるという風にしたかったので、この一番濃い色をだけを使って、プラスちょっとこれだとピンクが強いかなっていう感じなので、もう一つちょっとオレンジ色も入ったピンクと混ぜて、3色を混ぜて目の下のほっぺですね、真ん中ら辺にポンと軽くのせて、その後指でこうちょっと横に伸ばしていく感じで、まあ、バランス見ながらぼかしていきます。チーク入れる位置はお鼻のこの小鼻の横、黒目の下の十字架交わったところらへんを目安に乗せてってください。
最後は RMK さんのグロス、リップグロスを使いました。これは中に細かい青いラメが入っているので透明感が出やすいのでこのリップにしました。ヘアは普段は巻くんですけど、普通に内巻きが多い感じで巻くんですけど、ただ巻くだけだとカールが強めに出てしまうのでウェーブがかかってるみたいな風にしました。巻き方はこう一回挟んで抜くんですけど、その抜いた時にちょっと下げてからまた巻くと結構巻きやすいので、そこを考えてチャレンジしてみてください。前髪はカールをしたいので内巻きにこうして、でそのままこう下げてると印象暗めなのでそのまま横に流して、顔の横の毛は内巻きにしました。カラーコンタクトはビーナスアイズさんのエアリーチョコレートを使いました。これは直径が 14.2mm で縁もないのですごくナチュラルなカラコンです。愛されメイクということなのでナチュラルめに仕上げたかったのでこのカラコンにしました。今回のポイントはですね、目元は結構ブラウンでナチュラルに、その分チークとリップで赤みを足して血色ある温かい感じにしてみました。皆さんぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。服装はですね、愛され風ということで、普段私ロリータのお洋服をよく着ているんですけど、その中でもちょっとナチュラルめなスカートと、あとはロリータでないブランドとの組み合わせをやって、女の子っぽいシンプルでナチュラルな、でも私が大好きなっていう感じの愛され風コーデにしてみました。今回はアイサリ風メイクをやったんですけど、他にもたくさん動画が載ってるのでそちらの方もよかったら見てみてください。バイバーイ。みなさんこんにちは、みなゆいことみなかたゆいです。普段は雑誌のモデルなどをしています。ロリータのお洋服とかを普段着ています。そんな私が今日はメガネに合うメイクを紹介したいと思います。よろしくお願いします。ベースはスリーさんのもので、プリスティーンプライマーという種類のベースを使いました。このベースは伸びが良くて保湿力も高いのでおすすめです。次に同じスリーさんのファンデーションを塗っていきます。顔の5点に最初に置いてから広げていくとまんべんなく塗りやすいです。そしてお粉を塗っていきます。これはコスメデコルテさんのパウダーです。ちっちゃいラメがいっぱい入ってるのでキラキラするのでおすすめです。次にインテグレートのミネラルファンデーションで、ハイライトの代わりに目の下やお鼻のところに薄くのせていきます。